はい、皆さんこんばんは、まあ、ちょっと夕方ですけれども、今日はよろしくお願いします。アワブラ TV の白石です。座ってお話したいと思います。今三田さんにご紹介いただきました通りですね、11月の2週間、ウクライナに取材に行ってきました。まずちょっと、お手元にレジュメがあるんですけど、中身を確認させていただきたいと思います。ページが振ってあります。1番からですね、6番まで、がですね、私の作ったパワーポイントがちょっと見づらいんですけれども印刷されています。でその後ですね、チェルノブイリ出張報告、原子力発電所事故における被災者への対応についてというのが入っておりますが、これはですね、政府の、皆さんご存知だと思います、内閣府のですね、原子力被災者生活支援チーム、現在はほとんど経産省出身の方で占められておりますけれども、その報告書を入れております。この報告書はですね、この後にあります、毎日新聞の記事で明らかになっている通り、子ども被災者支援法、今三田さんがお話しいただきましたけれども、この、支援法の基本方針を、ある種骨抜きに、した報告書とも言われておりますけれども、20ミリでの期間含めてですね、日本のその占領基準の方向づけをしたのが実はこの報告書になっておりまして、今です、木野さんのブログには掲載してあると思うんですけれども、皆さんのお手元に配られるのは多分これが初めてだと思う秘密の報告書です、後からじっくり見ていただければと思います。で私がですね、取材した背景を簡単に今お話ししますと、三田さんがおっしゃった通りですね、日本のこの、原発事故以降のですね、住民のさまざまな対応に関して、今年の6月ですね、復興庁 の、水野参事官、元参事官がツイッターでさまざまな暴言というかコメントをされていた通りにですね、この問題自体本気で取り組んでないのかなっていうのが、実は私も水野さん相当信用してたためにですね、ショックを受けまして、それ以降ですね、実際今どのように取り組むのかなと見ていく中で、その先ほどのですね、基本方針がほとんど内容がないものであったり、あるいはその年間20ミリという基準で避難解除をしていくということの中でですね、実際にコアになっている方々が、ほぼ経産省の方ですね、復興庁の職員も経産省からの出向の方なので、こうなってきますと残念ながらその本当に、健康ということに普段取り組んでられる子どもに向き合っている人たちとちょっと距離があるというふうに感じまして、実際のところ具体的にですね、今後の政策を進めていくとなると相手がちょっと違うんではないかなというふうに思いまして、今日厚労省の方来ていただいてますけど、やっぱり厚労省とか文科省とか日頃からですね、健康問題とかあるいは子どもたちに向き合っているような人たちのところからきちんとですね、取り組んでいただくというのが重要なんではないかというふうに思ったものですから、実際にではウクライナではどのように行われているのかということを、見てこようということで取材に参りました。でとりわけですね、去年の10月に私は雇用の問題で、伊達のですね、移動教室というのを取材したんですけれども、あるフォーラムの中で学校の先生の中からですね、長期の雇用するとなって、そこに同行するというか、同行するとなったら先生が大変でそんなこと言わないでくれというような、発言が出ていたというのを耳にしまして、確かにですね、2週間とか3週間あるいは1ヶ月といった長期の雇用をするとなったら先生方というか学校の現場に対する負担がものすごい大きいだろうと、で日本でも普通に考えても大変だなと思う中で、どうやってじゃあその旧ソ連の中ではそういうことが長期雇用というのが実現しているのかというのも不思議だったものですから、その部分を含めてですね、この全体のシステムを知ろうということで行ってまいりました。で期間は13日から26日ということで、私どもが訪問したのはコロステンシーというですね、ジトーミル州の、町